当事務所でも、コロナウイルス対策に万全の体制で臨んでおりますので、ちょっと寒いですけど換気の方もさせていただいてますし、もし、必要であればマスクの方も準備もさせていただいておりますけれども、まあ、今日は石毛智彦さんが、候補予定者として、正式に鹿島市長選挙の、出馬をするということで、記者会見を開かせていただきました。でこちらに後で見ていただければ分かりますけれども、昨日栃木県の、自民党の総務会におきまして、自由民主党栃木県連で今回の鹿沼市の市長選挙で石毛智彦さんを推薦をするということが、昨日決定をして、通知をいただきました。で今日県連の方の役員会がございまして、その席上で、茂木大臣からもぜひ頑張るようにということで、会場で出馬の挨拶をさせていただき、県連を挙げてご支援をいただくという大変ありがたい言葉もいただいたところでございます。これから本人の方から話があると思いますけれども、我々は、まあ、里をして12年間についてとやかく言うことは何もありません。やはりこれからの鹿沼をどうするか、やはりそういうことでは、やはり若い石毛智彦候補予定者に頑張っていただきたいというのが我々自民党の願いでもあります。自民党は市議会議員、昨年の選挙で10名公認候補が全員当選をさせていただきました。これも今日役員会で発表がありましたけれども、おかげさまで10人が全員石毛智彦候補を推していただけるということが決定をいたしました。そんなことで自民党そして公明党の2名合わせて12名の市議会議員の方々の応援をいただいて、この選挙戦を戦っていくということで、これからも頑張っていこうと思っております。それで、まあ、じゃあ後でいいかな、じゃあ後でじゃあ候補者の方から、挨拶をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではご挨拶をさせていただきます。今回鹿沼市長選挙に立候補を予定しておる石毛智彦と申します。これまで、小林支部長の方からお話ありました通り、鹿沼市議団の先生方から立候補の要請を受けて、いろいろ逡巡はしましたけれども、いろんな方とご相談をさせていただいて、立候補することを決意させていただきました。佐藤新市長の3期12年に関しましては、非常に堅実な姿勢運営をされたということで、私としては高く評価をしているところでございます。ただし今回の災害復旧の状況を見たりですとか、さまざまな政策の成果を総合的に判断すると、まだまだ他に私にもやれることがあるんじゃないかということで、今回チャレンジするという決意にいたしました。基本的には政策につきましては、これからいろんな方とご相談をさせていただきながら絞り込んでいきたいと思っているんですけども、一つは基本的にはとにかく災害復旧を最優先すると。各市町村、各市町の災害復旧の状況を見ても、鹿沼市はどうしても遅れているんじゃないかという、これは実感としてあるものですから、まず一つは災害復旧の最優先で、もう一つはですね、非常に今まで3期12年、地方財政が厳しい状況の中で、かなり堅実な財政運営はされたと思うんですけども、財布の紐を絞るんではなくてですね、これからいろんな政策を選択と集中させてもらって、いろんなところに投資をしていきたいと、いわゆる守りの行政から攻めの行政に転換をしていきたいと、そういうふうに考えています。大きく分けると、一つは子育て教育環境をナンバーワンを目指すと、いろいろ子ども医療費の無料化ですとか、給食費の半額補助ですとか、それと第二次第三次対策、拡充強化、またある程度この宇都宮とのアクセスを強化してですね、低価格の住環境を提供できるように、整備をしていきたい、そんなことも考えています。また商業とか産業、企業誘致に関しましても、鹿沼市内から事業所がどんどん他の町へ流出しているという状況を見てきたときに、これはここでしっかり止めなくちゃいけないというような強い思いを感じています。また高齢者福祉政策に関しましては、今の70歳以上の方は非常にお元気ですので、当然いざというときに、医療体制ですとか福祉体制ですね、非常に大切なんですけども、70歳以上の方はどん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 ご活躍をいただけるような、そんな政策を進めていきたいなと思っています。
またあの最後に鹿沼ブランドの再構築ということで、まあ、今いちご市ということで売り出してはいますけども、鹿沼はいちごだけじゃなくてニラですとかトマトですとか梨ですとか、まあ、当然和牛もありますし、いろんな農産物がありますので、そういったものをいちごだけではなくてですね、いろんなものを売り出していきたいな、そんなふうに考えています。またあのスポーツ文化施設の整備ということで、なかなか鹿沼の市内では、まあ、野球場も含めてですけども、スポーツ施設が非常に足りないという声をたくさん聞いています。そういったものもしっかり整備していきながらやっていきたいなと思っています。まあ、そういったものを、じゃあ予算をどこから取ってくるんだということになりますけども、私は23年間国会議員の秘書をしておりました。なかなか今地方創生の時代ということで、地方からこういろんな声を上げて、政策を作っていくという、昔のように補助金を待っているのではない時代になりましたので、いろんな提案型の政策をいろいろ国に伝えて、県と国の連携を取りながら、いろんな事業を進めていきたいなと思っています。大きく分けると、先ほどお話しした通り、まずは災害復旧のスピード化最優先ということで、その後に子育て、次に産業、高齢者、鹿沼ブランド、その大きな柱としては5項目を挙げさせていただきました。細かい政策につきましては、これからいろんな方とご相談をさせていただきながら、まあ、マニフェスト等々も作っていきたいと思っておりますので、またその機会になりましたら発表させていただきたいと思います。主に立候補に至った経緯はこのようなことでございますので、この後皆さんからご質問があればお受けしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。あと、その前にですね、政治的なスタンスで言いますと、自民党が推薦をします。そして今公明党と政策協定をしたさせていただいておりまして、公明党からも推薦をいただく予定でもあります。で、まあ、無所属、自民党、自由民主党推薦、まあ政策協定が終われば公明党推薦というスタンス、そして、まあ、どちらかといえば市民党的立場、市民党でもその中でも保守系の市民党、自民党に近い、まあ、自民党の、まあ、自民党は言えないか、保守系の市民党として、市民党を名乗りながら選挙戦を戦っていこうというのが我々の基本的なスタンスになります。まあ、ちょっとそれ忘れちゃったもんですから、すいません。あと何かご質問あれば。はい、先ほど石井さん言われましたけど、改めて今の鹿沼の課題というのをどういうふうに思われているか。まあ、一つはその災害復旧が非常に遅れているというのは実感として感じています。私も市をやりながら、まあ、県内のいろんな市町の首長さんとお話をさせていただいていますけども、まあ、今回に限ったことではなくてですね、4年前の大雨の時もかなり鹿沼市内の災害が出て、もう一つは日光は結構土木系の災害が出たんですけども、まあ、日光市長さんの動きと鹿沼市長さんの動きを見ていると非常にそのスピード感が違うかなという気がしています。ですから今回の見てもですね、かなり町の中に流れている黒川の河川敷がほったらかしの、まあ、ほったらかしではないと思うんですけども、半年以上経過してようやく事業が始まったという話も聞いていますので、当然、それは県の事業でもあるかと思うんですけども、しっかりそれは県と市が連携取れていれば、もう少し早めに、災害に取り組むことができたんじゃないかなと思っています。実際に去年の台風19号の時には、まあ、私も当時まだ上野美智子事務所でしたけども、次の日の朝8時には、例えば小山市さんです、那須烏山市さんです、朝8時には消防庁と副市長が来て、これとこれとこれはもう国でやってくれと、こういうような要望をいただいてますので、ただ、まあ、鹿沼市さんは後から多分書面ではあったかもしれないんですけども、そういう災害、いざという時のための時のスピード感が非常に足りないのかなというのが大きな一つ。あとはその3期12年間の堅実な財政運営はもちろん高く評価はするんですけども、全国的にやっぱり財政、地方財政が厳しい中で、それは分かるんですけども、だからこそ今私は投資するチャンスじゃないのかなと、むやみやたらに使うということはなくて、しっかり政策を絞り込んだ上で、投資するところにはしっかりと投資すると、いわゆる先ほどお話ししましたので、今までは多分守りの、例えば守りの行政かなと思ってるんですけど、守りから攻めの行政にしていきたいなというのが、大きくてその2本の柱、こう考えます。他にご質問のある。最後の朝新聞なんですが、
身 の, あの経歴とか見抜いてもまた後であのお願いすると思うんですけど、はい、あのまあ、自身 の, その経験からする強みっていうか、はい、どういうところをこう活かせて、あの特に、はい、あのアピールしていきたい。まあ、私はあの国会議員の秘書を23年間やらせていただいて、先ほどのちょっと自民党の会合でも話をしたんですが、まあ、当初最初の13年は西川公也衆議院議員の下で仕事をしてきました。その後の10年間は上野美智子参議院議員の下で、まあ、政策担当秘書ということで仕事をさせていただいたんですけど、まあ、記者さんご存知だと思うんですけど、まあ、非常に対極的な議員だと思うんですが、まあ、西川公也先生の下ではやはりこういういろんな国際交渉だとか予算の予算とりあえずしておかしいんだと思うんですけど、そういう交渉、厳しい交渉の現場を目の当たりにして、やっぱ政治の強みっていう、強さ、強い政治というのを私はあの非常に勉強させていただいて、その後上野美智子事務所の方に行ったら、どうしかというと、例えば障害者を助けるとか、困っている方に光を当てるとか、どちらかというと、まあ、優しい政治を学んでまいりました。ですからそういう意味では、まあ、強い政治、優しい政治というのを両面でやっぱりやっていかなくちゃいけないと思うので、基本的には政治というのはやっぱり光の当たらないところに光を当てて、声に耳を傾けるのが政治だと思うんですけども、政策実現のためにやっぱりどっかでこう力強さというのも必要ですので、そういう意味では両面の政治家にお二人の先生に仕えたというのは、それは非常に大きな経験でありますし、また今の現職の佐藤新市長は出身母体があの我々とは違うので、私の場合は、県会議員の先生方とか、まあ、当然知事もご支援いただけるということですし、まあ、国会議員の先生方も直接お話しできる人間関係が築いてきたつもりですので、その辺が強みかなと。他にございます。それはあのこれからあの選対の選対というか市議会議員の先生方とも相談していかなくちゃならないと思うんですけども、基本的に集会はやりません、やりできないですから、基本的にはできないので、まあいかにこう情報とか我々の政策を伝える手段としては、まあ紙であったり、あとはまあ SNS を中心にはやっていきたいと思ってます。当然 SNS の中でも、まあ、動画なんかも含めてやってはいきたいと思うんですが、いろいろやっぱりそういろんなデータを取ると、やっぱり高齢者の方になればなるほど情報の入手ソースというのは多分紙だと思うんですよね。ですからちょっといろんな方法は考えてはいきますけども、基本的にはまあその紙とネットということを考えています。基本的には今の段階ではもう当然集会はできないので、そういう意味では今度4月に焼いたの市長選があるので、それでどれぐらい投票率が下がるのかなっていうのを気にはしているんですけども、選挙戦略についてはちょっと手探りの部分もありますが、基本的には集会は やれないしやらない。他にございませんか。どうぞ。読売の伊藤です。お疲れ様です。表舞台、今まで、まあ、裏方としてですね、はいはいはい、石毛さんの姿を見せてもらってきたんですが、はい、表舞台に立つ心境ってのはどうですか。そうですね、もう23年間ずっと、まあ、秘書という仕事は裏方の仕事ですから、でおかげさまでいろんな国政選挙、衆議院選挙も参議院選挙、知事選挙、またいろんな首長選挙もいろいろその責任ある立場で仕事をさせていただいて、非常にあの時代とともに選挙のやり方も変わってくるし、地域によってもまた違うし、いろんな勉強させていただいてたんですけども、また今度はプレイヤーになるっていうのはこれ当然初めてのことなので、いろいろあの模索しながらですけど、裏方でいるのとプレイヤーでいるのとやっぱり見方も違いますし、それはそれで新鮮な部分もものすごくあって、まあ、自分にとっては勉強になるかなと思いますけど、裏方のものを23年間培ったものをなるべくこう活かせるような投資者になりたいなと思っています。一言で自分のキャッチフレーズをただやっぱりその政権との距離は非常に近いですし、
いろんな、当然鹿沼市がね、経済的に財政的に豊かであれば当然好きなこともできると思うんですけど、一つ一つの政策を実行するにあたり当然予算も発生 してきますから、そういう意味では、県と国との連、まあ、表現不利けどパイプは間違いなく今の佐藤市長さんよりは本数も多いし太さも太いんじゃないかなと思います。本当に市民の、あの、まあ、今の話と若干かぶるかもしれませんけど、はい、あの、まあ、秘書としてですね、はい、まあ、県内以外でもその首長さんともかなりのお付き合いが、いろんな首長さんともお付き合いがあったと思うんですけども、はい、自分はどんなスタイルの首長になりたいっていうか、あ、だからやっぱり一番そのリーダーとか政治家の進化が問われるのは有事の際だと思うんですよね。今回もまあ、いろいろあの評価はあると思うんですけど、北海道の鈴木知事さんとか、まあ、私も去年大阪でちょっと参議院選挙の手伝い行ったんですけど、まあ、当然自民党ですけども、まあ、維新のあのお二人とかね、あと本でも読みましたように福岡のあの元アナウンサーの市長さんなんかはありますけど、やっぱりその有事の際にしっかり責任を取れるリーダーでありたいなというのは思います。まあ、平時の際は当然みんなそれ普通にじゃないですけど、平時の場合は着々と仕事を進めればいいと思うんですけども、有事の際にはやっぱりリーダーが迅速に行動をとって責任をしっかり取る。あとはそのなるべく、まあ、うまくやった方がいいと思うんですけど、もし私が今の段階で、そういう責任ある立場にあったとしたら、職員の方々にはもう空振りを恐れずにどんどんやるというようなことを言いたいと思います。他にご質問、せっかくですので。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい。はい、それでは今日はお祭り前にいただきまして誠にありがとうございました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。